こ通るの何度目かな。何言ってんだ、初めてだろうが。あんたって、はあ、言うだけ無駄よね。それにしてもフランキーたちが見つけたキノコ、薬の材料になったりしねえかな。チョッパーは研究熱心ね。おーい、サンジ！返事がねえ。ってことは、もう洞窟の中に入ってるみてえだな。来たのか。もう少しこいつを集めたら戻るつもりだったんだ。食材集めなら俺たちも手伝うぞ。いや、こいつは食材じゃねえんだ。こいつはあわあわキノコ。あわあわキノコ。こいつは味はいまいちだが、水に溶かすと炭酸を出すんだ。そうか、そいつでコーラを作るんだな。うまくいくかは分からねえけどな。それならみんなでその泡のやつを探そう。作ってどうすんだ。みんなで飲むのか。なんでよ。海の底に沈んでるブルックの体を回収しに行くためでしょうが。ああ、コーラがねえとシャークサブマージ3号も動かせねえからな。必要なのはあと3つだ。入り口付近にはもうねえから奥へ進むぞ。俺がぶっ飛ばしてやる。みんな気をつけろ。あいつらまとめてかかってくる気だぞ。いつでもいいぞ。あなたたちの相手は私よ。オチエンタフルクロトアマードショック。あなたたちの相手は私よ。オチエンタフルクロトアマーノショック。うん、俺に任せろ。
悪いね。大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。文句あるか？し。お前ら遅れるんじゃねえぞ。準備はできてるぞ。ギアセカンド、ゴムゴムのジャックウィン。俺は強くなったんだ。その力見せてやる。アームポイント確定。ロゼを導いて。刀がうずく。そうだ。邪魔だ。金よ。みんな、行けるよな。ゴムゴムのジェットピストル。よし、行くか。これでみんな直せる。助かった、チョッパー。ヒリガイが私は準備できてるわよ。やっと俺の出番か。
すこと。バスコート。よし、そこどけ。勝負だ。ゴムゴムのジェットピストル。怖くねえぞ。これで元気になるぞ。助かった、チョッパー。ムートンシャット。効かねえな。ゴムゴムのジェットピストル。おい、腹減ったぞ、サンジ。ああ、ちょっと待ってろ、うまいもん作ってやるよ。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。うわ、ギュロギュロ。うわ、みんな用意はいいかしら。トレインタフルール、ブリッ。うわ、俺の多彩な変形点見せてやる。竜巻。俺の多彩な変形。よし、行くぞ。ゴムゴムのジェットバズーカ。シッシッシ、やったな。面白い、来てみろ。準備 OK だ。トラッカリ。大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。文句あるか、海賊王。シッシッシッシ、ない。
三刀流王三千世界。俺の仲間に手出すな。ああ、分かってる。心配するな、チョッパートレインタフルール、ブリッサントウリュウ王三千世界。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットピストル。大丈夫、これでみんな直せ。ありがとう、チョッパ。おう、ゴムゴムのレッドホーク。いけんじゃねえか。俺が相手だ。準備 OK だ。三刀流王三千世界。私は準備できてるわよ。トレインタフルール、ブリッ。俺の仲間に手出すな。くらえ。あとは、ま、こうか。覚悟しろ、刀の旅にしてやる。大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。文句あるか、海賊王。しない。俺は強くならなくちゃいけねえ。ようやく感覚が戻ってきたぜ。暴れるぞ。なんとかしないといけないわ。いつでもいいぞ。三刀流黒上大殺の。やったな。あら、なんだか増えた気がするわ。今がチャンスだ。カフーポイント。みんな用意はいいかしら。トレインタフルールブリッ。みんな行けるよな。次はドイツだ。ゴムゴムのガトリング。まだやるなら相手になるぞ。
行きましょう。ギアセカンド、このゴムのジェットカタリング。来いよ、切られる覚悟があるならな。行くぞ、アームポイント確定、ロゼオ道。三刀流を三千世界。オチエンタフルクロトワマーの来いよ、切られるか。邪魔で刃こぼれはねえが、まだ修行が足りねえな。よし、よっ。はっ。そういえば最初にここに来た時に比べると俺たちだいぶ力を取り戻したよな。ああ、だがまだこんなもんじゃねえ。そうか、てめえはそんなもんだろう。なんか言ったかヘボコック。俺の方はいつでもいいぞ。三刀流を三千世界。仲間の力を見せてやる。アームポイント確定、ロゼオ道。みんな用意はいいかしら。今行こう。まだか。助かった、チョッパー。おう、任せろ、行くぞ。この手強いよね、ちょっと痛いよ。ひりがき、俺はまだまだ強くなれる。
これでコーラを作れる。あとはこいつを詰める樽だな。樽ならアデューの小屋で見たぞ。貸してもらおうぜ。そうか、じゃあ小屋に戻ろう。行きましょう。相手にとって不足なし。みんな任せて。ミルフルールヒガンテスコマーノスパンク。みんないっぺんに行くぞ。お前じゃ退屈。そこどけ。船長の邪魔だ。道は開けてもらう。戻って飯食うぞ。飯なら後で作ってやるから、それまで我慢しとけ。何かあるわ。さて、よし。
るじゃねえか。任せろ。よし。かかれば大丈夫よ。トレインタフルール、フリッ。待ってろ、どけ。俺に任せくらえ。金を。来いよ。刀の先にしてやる。すぐに今行こう。肉、肉がいっぱいだ。これでみんな倒せ。やるな。私たちはちょっと痛いから。みんなそこだ。やるか。刃こぼれはねえが、まだ。あとはアディオに行って樽を借りるだけだ。何かあるわね。さて、よし、仕込みは終わった。これで一晩待てばコーラができる。待たせたな、ブルック。これでお前の体を探しに行けるぞ。
よっ、嬉しいですね。待ち焦がれましたよ。コーラができるのは夜明けになる。少し時間があるな。じゃあ夜が明けるまでに準備を済ませておきましょう。そうですか。では私待ってますので、準備ができたら声をかけてくださいね。あら、何かあるわね。さて、一休みね。任せてちょうだい。少しは強くなれたかしら。少しは強くなれたかしら。
少しは強くなれたかしら。あら、よかったじゃない。お、腕が鳴るな。さあ食え。よし、宴だ。おお、こいつはうめえな。なんだか私の体浮き上がった気がしまして。え、そうなのか。元から浮いてるじゃねえか。いえ、本体の方なんです。え、本体が浮いてきてるの。場所はわかるの、ブルック。こっちの方角ですね。海岸の方ね。皆さん、海岸までお付き合いいただけますか。よし、海岸に行こう。